カンバラを聞こう。皆さんこんにちは、アニュアンセヨー、ふうかです。さて、早いもので11月最後の歌会でございます。賢い医師生活 OST リクエスト企画、最後はマコペコさんからのリクエストで、オンジェンガヌンサムデイという曲をカバーします。今回もリスナーさんからメッセージをいただいていますので、まず紹介しますね。ペンギンさんから曲のリクエストをいただいております。ドラマイテウォンクラスの主題歌、ガホさんのシジャクをぜひカバーをお願いします、ということでメッセージありがとうございます。12月は冬ドラマ OST ということで、リクエストいただいた曲と冬のドラマ曲を中心にお送りしようと思っていますので、イテウォンクラスもちょうど冬のドラマですので、タイムリーなリクエストをありがとうございます。こちらは来月カバーしようと思います。来月はマコペコさんからのリクエスト曲で、応答せよ1994の OST ノマヌルヌッキミョフィーリングオンリーユーという曲も歌う予定なので、アップテンポが多めの月になりそうですね。師走を駆け抜ける感じでお届けしたいと思います。そしてもう一通、クーナさんからもメッセージをいただいております。ドラマスノードロップの OST、 ソンシギョンさんのギョッテイッソジュンダメオンについて、このドラマが歴史に忠実ではないと言われ、スポンサーが降りたというお話があって、どんなドラマなのかなと思いました。ストイックで純朴な男の人と純粋な女子大生が素敵で、 DVD が出たら買う姿勢でいます。なので社会的にどこで正しい歴史じゃなくなって問題視されたのか、そしてシギョンさんのこの歌はドラマでどんなことをどう思ってのものなのかを教えてください、よろしくお願いします、ということでメッセージありがとうございます。このドラマの放送がちょうどね1年ぐらい前のことなので、私もこの話題を覚えていますね。歴史認識についてはいろいろな立場や考えがあることなので、正直私には解説できる技量がなくてですね、詳しくお話しするのはちょっと難しいんですけれども、まず公開されているドラマの概要は、1987年のソウルを背景に、ある日突然女子大の寄宿舎に血まみれで飛び込んできた名門大生と、鋭い監視と危機の中でも彼を隠して看病する女子大生のラブストーリーを描いた作品ということで概要が紹介されています。で、この血まみれで飛び込んでくる名門大学生というのが男性なんですけれども、この方は実はスパイっていう設定なんですよね。で、簡単に申し上げますと、立場的に恋に落ちてはいけない2人が惹かれ合ってしまうという内容で、このソンシギョンさんの OST ギョッテイッソジュンダメオンというのは、そばにいてくれたならという意味のタイトルなんですけれども、曲の内容としては、君がそばにいてくれたらこのまま僕は転ばず歩いていけるのに、それができないことももう分かってるから、ただお互いを見つめるだけなんだと、その中でも気持ちが大きくなっていってしまうんだっていうようなね、男性側のこう成就できない恋への切ない気持ちというのを歌っている歌でございます。歴史歪曲の議論となったのは、このドラマが1987年のソウルを背景にしたという点だったんですね。なので1987年が韓国にとってどのような年だったのかを理解すると、議論の理由を感じられると思いますので、ちょっとこの時代をテーマにした私のおすすめの映画を紹介します。まず2013年発表の弁護人、それから2017年発表のタクシー運転手という映画、それから同じ年2017年発表の1987ある戦いの真実という、この3本ですね。私はこの順番で見ました。どれも胸をつかまれるような苦しさがある作品なんですが、ぜひね、時代背景を理解するにはいいと思いますので、ご覧になってみてください。メッセージありがとうございます。
さて、では今日カバーする曲の話題に入っていきますね。今回はマコペコさんからリクエストをいただいたオンジェンガヌンサムデイという曲をカバーするんですが、この曲はドラマ賢い私生活シーズン2の OST で、ミド&パラソルという名義でククズの5人が歌っている曲です。ドラマの中でのバンド演奏はなかった曲なんですけれども、最終回のラストシーンでククズの5人が並んで夕日を眺めているシーンでかかるのが私はとても印象的でしたね。本当にラストシーンに最適な歌詞の内容で、またシーズン3とかですね、ククズがまた集まるっていうことを期待させるような、そんな含みもある素晴らしい選曲だと思います。賢い私生活はケーブルテレビ TBN の制作だったこともあって、ドラマが終わった後にですね、賢い三尊生活といって、賢い私生活の出演者たちがバラエティ番組三食ご飯に習って田舎のハノクで共同生活をして三食を自炊するという番組がね、放送されたんですね。こちらは DVD を買うと日本語字幕のものも全編見られるんですけれども、 TBN の YouTube チャンネルでもハイライトが公開されています。田舎の山に夕日が沈んでいくのを眺めながら、最終回の夕日のラストシーンを5人で再現するという場面があってですね、それがねとても良かったんですよね。でこの時俳優同士でちょっとこの夕日で最終回のシーンやってみようかというふうにね言って、皆さんがそのポジションについた途端ですね、俳優さんたちが演技モードにスイッチが入ってね、発声がガラッと変わるんですよ。で素の姿からククズを演じるっていうモードになるんですけれども、彼らの服装がですね、畑仕事をしてる時の服装のままなんですよね。でドラマの中では白衣を着ているんですけれども、この時はその山で仕事をしているような状態の服のままククズモードになるっていうのがまず面白いんですね。で特にギョンホさんとかはですね、頭にタオル巻いたままですね、どうした何見てるんだみたいな、あのジュンワン先生のちょっと低音のね声のモードになっていて、まあ、さすがの演技力だなと思いながらも、ここ若干シュールな場面なんですが、ドラマの最終回の余韻にも浸れる素敵なシーンですので、ぜひご覧になってみてください。こちら概要欄にリンクを貼っておきますね。ドラマの OST ではククズがみんなで歌うパートを作るために、女性のソロパートと男性パートを転調しながら演奏されていくんですけれども、この曲はもともとイーサンウンさんという女性シンガーが1993年に発表したアルバム第5週のタイトルトラックの曲なんですね。イーサンウンさんは最初アイドルとしてデビューしたんですけれども、この時代のいわゆる女性アイドルとしてイメージする姿とは少し異なってですね、ほぼすっぴんで髪はショートカットでボーイッシュな服装をしていらっしゃるアイドルだったんですね。イーサンウンさんは背もねかなり高いです。男性と並んでも背が高いことの方が多いですね。なので今でいう宝塚歌劇団の男役の方みたいなイメージだと思うんですけれども、かっこいい人の枠として女性から大人気だったそうなんです。で歌い方もコートを低めの位置で使っていて、喉の奥を広く開けて歌ってますね。男性っぽい響きの発声をされていると思います。そして今日カバーする曲オンジェンガヌンが収録されている第5週アルバムのジャケット写真がですね、イーサンウンさんがこう顎を上げて上を向いているような写真なんですけれどもね、この写真でこのコートがすごく大きいのがわかるんですよ。で体表から見てもこの甲状軟骨と輪状軟骨っていうのがはっきりわかるぐらい、ちょっと解剖マニア的なね話で申し訳ないんですけれども、簡単に言うとね、喉仏がはっきり見えるような感じなんですよね。つまりこの声を出すのに関わる発声器官って言うんですけど、まあ、そこの作りが大きくて声帯自体も長い方なんだと思いますね。では続いて今日カバーする曲オンジェンガヌンの歌詞紹介に入っていきます。
この曲はイ・サウンさんが主に作詞作曲をされていて、23歳の時に発表した曲なんですが、歌詞の言葉がねとても深いんですよね。で、自分の23歳を振り返ってみても絶対にこの歌詞は私の中から出てこないなと思って、やはり本当に天才だと思いますね。今日は1番の歌詞を紹介したいと思います。まず最初の部分、젊은날엔젊음을모르고、若い頃は若さを知らず、사랑할땐사랑이보이지않았네、愛する時には愛が見えなかったんだね。하지만이제뒤돌아보니、でも今振り返ってみれば、우리젊고서로사랑을했구나、私たちは若くて互いに愛し合ったんだね、という歌詞から始まるんですけれども、これ聞いて、いやいやまだ自分若かったじゃんってちょっと突っ込みたくなっちゃうんですよね。で、この若い頃若さを知らずっていう歌詞を、20代をね、自分の20代を振り返って書く歌詞ならわかるんですけど、イーサンウンさんはもう23歳の時にはこの曲発表してたわけですから、一体何歳頃の自分を想像してこの歌詞を書かれたんだろうというふうに思うような出だしの部分でございます。そして続きの歌詞に行きますね。눈물같은시간의강위에、涙のような時間の川の上に、떠내려가는건한타발의추억、浮かんで流されるのは一束の思い出。그렇게이제뒤돌아보니、そうして今振り返ってみれば、젊음도사랑도아주소중했구나、若さも愛もとても大切だったんだね、という歌詞です。涙のような時間の川に一束の思い出が浮かび流されていくっていう描写がなんか天才的ですよね。この一束の思い出っていう表現から、なんか花束がね流れていくようなイメージが私は浮かぶんですけれども、思い出っていうのは生きてれば誰にでもある普遍的なテーマですけれども、それをこうやって自然の描写と重ね合わせて言葉で表現することができる、この感性が本当に素晴らしいと思います。とてもね好きな歌詞の部分ですね。そしてサビの歌詞に行きます。언젠가는우리다시만나리、いつかは僕たちまた会えるさ、어디로가는지아무도모르지만、どこへ行くのか誰もわからないけれど、언젠가는우리다시만나리、いつかは僕たちまた会えるさ、헤어진모습이대로、別れた姿そのままで、という歌詞です。このマンナリーというのはですね、歌の中で出てくる言い回しで、きっと会えるさ、会えるはずだよ、みたいな励ましのニュアンスが込められている表現のようです。本当に最終回にぴったりの歌詞ですよね。ドラマが終わった後もそれぞれの道で奮闘しているククズの姿が想像できるような曲だと思います。では曲を聴いてみてください。ミド&パラソルの언젠가는サムデイという曲をカバーしました。
서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 いかがでしたでしょうか。今回はねセルフコーラスをしてみたんですけれども、やっぱりコーラスって難しいですね。アロハの時はですねパートが多かったんでゆかさんにお願いしたんですけれども、今回はね少しだけ入れようと思ってたんで自分でコーラスやろうと思ってやってみたらですね、想像以上に声が馴染まなかったんですよ。結構何度もボツテイクが出てしまってレコーディングに時間がかかりました。コーラスというのはですね、感情を入れすぎず歌を主張しすぎないっていう感じが必要になってくるんですけれども、私がやるとなんかメインボーカルが2ラインいるみたいな感じになってしまうんですよ。で、元来ね人にあんまり合わせられない性格なんですけれども、自分のメインボーカルにすら合わせられないっていうのでちょっと笑ってしまった出来事でございました。コーラスはね今後また練習して精進したいと思います。そんなわけで今月の賢い医師生活 OST リクエスト企画も皆さんお付き合いありがとうございました。またリクエストは常時募集中ですので気軽に送ってください。賢い医師生活の OST でまだ歌ってない曲でもリクエストしていただいて大丈夫です。歌の企画の中で採用させていただく場合もありますし、曲数が集まった時点でリクエスト曲を集めて歌う1ヶ月も今後作っていこうかとまた思っております。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しております。その他の外国語字幕は YouTube 字幕の方でお楽しみください。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。